清水博康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢へチャレンジ、今回は男子高校生スキージャンプ選手を紹介します。私井山圭介が紹介します。西田蓮太郎選手、身長163センチと小柄ながらもビッグフライトを連発する高校生ジャンパー。去年のサマージャンプ大会ではジュニア世代のエース格選手を逆転して優勝。今シーズン活躍が期待される17歳です。今回井山さんがスキーシーズンに入ったためニセコからリモートでの取材。ジャンプを始めたきっかけを教えてください。上川で同じジャンプをやってる子に勧められて、それでジャンプ始めましたね。なんか違うスキーの競技やってたんですか？いや、全くやってないです。え、いきなりジャンプ？はい、いきなりジャンプやりましたね。全く操作ができなくて、スキーの操作が、うん、それで本当にスキー乗れなくて、でもなんか乗ってくうちに楽しいなと思ってきて。スキー授業とかでやったぐらい？そんくらいでしたね。いきなりジャンプのスキー？はい、いきなりジャンプです。うわ、すごっ。これジャンプすげえ楽しいなって思ったのっていつぐらいですか？と小学校3年生になってからですかね。3年生の夏くらいからですかね。じゃあ そこからこう世界で戦いたいなと思ったのいつ頃ですか？世界6年生とかですかね。うん。それきっかけあったんですか？なんかきっかけは、まあ、やっぱり上川町出身の高梨沙羅選手が世界で大活躍しての見て、それで自分もやりたいなってなりました。お、すごいね。やっぱり沙羅ちゃんすごいね。はい。次回は西田選手のお部屋について伺います。